皆さんこんにちは、おたやめちゃんです。はい、ということで今日はですね、これからマイメロちゃんのくじを引きに行きたいと思います。前クロミちゃんのくじ引いて以来やから3ヶ月ぶりぐらいのくじになるんですけど、もうめちゃくちゃ楽しみにしてた。今回引きに行くくじは6月8日から発売のマイメロディーマイスイートピアノ当たりくじで、こちらが1回800円なんですが、もうこれさ、どれもマイメロちゃんとピアノちゃんなんですよ。しかもさ、全部めっちゃピンク色やしさ、もうどれが来ても当たりって感じやねんけど、今回ですね、私はもう狙いは一つです。扇風機当たるまで引いてきます。私実は扇風機をね、長年ずっと欲しいんですけど、なんか可愛いのがないんですよね。なんか部屋に置いてても受けへん可愛い感じのがないなぁと思って買ってないまま、結構もう数年経ってるんですけど、で今回のこのくじの扇風機さ、もうめっちゃピンク色じゃないですか。でしかもマイメロちゃんとピアノちゃんやし、これは絶対欲しい。これがですね、くじの中で2本入ってるんですよね。まだ1本じゃなくてよかった、2本で。今回はマジで弾けるまで帰りませんっていう気持ちで行きたいので。最初はさ、もうどれ着ても可愛いやん。ピンクやし、マイメロちゃんとピアノちゃんやし、まあ、ちょっと気になるのはダストボックスが10本とカトラリー各6本とかね、結構地味に解消も数が多そうやから、ちょっとね、同じのばっかりにならんように頑張りたい。あとさ、バニティーポーチ1個ずつ。これ結構厳しいよね。1個ずつか。扇風機より当たらんやん。で、私地味にこの小物入れが欲しいんですけど、この中やったら。これがさ、4本しか入ってないよね。結構厳しそう。はい、ってことで早速ですね、扇風機出るまで引きに行ってきたいと思います。チャンネル登録お願いします。嬉しいねんけど、扇風機もうマジでさ、ほんまにめっちゃでかい、がっつり扇風機って感じで、ちょっとね、これは最後に開ける。めっちゃ嬉しい。マジね、最近バックくんも引きが良くてありがとうって感じ。他に当たったものはですね、このダストボックスの中に入れてきたんですけど、結構いい感じに収まってさ、この中に全部入ってます。もうさ、マジで全部可愛いからさ、ちょっとどれから見ようかな。まずね、一番引いたやつ、一番いっぱい引いたのがキーホルダーでさ、これさ、ただのラバストやと思ったらむっちゃ大きいんですよ。でマイメロちゃんをなんと3つですね、引いて、これ5本しか入ってへんねんけど、3つ引きました。でピアノちゃんが1つです。見て、超ビッグラバスト。こんな大きいラバスト見たことないかも。これ後ろも見て、めちゃ可愛くない？この尻尾がさ、ちょっとぷっくりしてるんですよ。むちゃくちゃ可愛い。結構手のひらぐらいね、サイズがあって、めちゃくちゃ可愛い。こちらピアノちゃん。ピアノちゃんもね、なんか立体的で、わかりますかね？ちょっとぷっくりしてて可愛い。で、後ろ姿こんな感じで。
私ピアノちゃんの後ろ姿こうまじまじ見たの初めてかもしれへん。めちゃくちゃ可愛い。大きい分結構1個が重たいから2個一緒にカバンにつけたらなかなかの重さになりそう。でもめっちゃ可愛いからね、2人揃ってくれてよかった。次もマメロちゃんとピアノちゃん揃ったんですけど、こちらが巾着です。これさめちゃくちゃ可愛いんやけど、マイメロちゃんこれねめっちゃ可愛いんですよ。このマイメロちゃんがさ刺繍っていうか、なんやろ、このちょっと立体的なポコってしてる感じで、これめちゃ可愛くない？でこのさちっちゃいハートの柄が私すごい好みなので、めちゃくちゃいい。これでこれ裏も可愛くて、見て裏はねイラストになってて、マイメロちゃんとピアノちゃんがめちゃ可愛くない？今回二人美獣いいですよね、むちゃ可愛い。こっちがピアノちゃん。ピアノちゃんがさこの濃いピンクの巾着ってちょっとイメージと違って可愛いですよね。結構レアっぽくないですか？で配色がさっきのマイメロちゃんとは逆で、この小さいハートが薄ピンクなんですよね。見てなんか羊さんやから、このモコモコ具合がむちゃ可愛い。後ろむっちゃ可愛いんやけど、見てさっきのマイメロちゃんのとはポーズが違う、可愛い。でこれ内側もさしっかり裏地がついててめちゃくちゃしっかりしてます。絞ったらこんな感じ、ちょうどいいサイズ感やし、このビジュがねめちゃくちゃ良くて、これめっちゃお気に入り。今までのくじの景品でなんか一番豪華な巾着な気がする、むちゃくちゃ可愛い。続いてこちらのカトラリーセット、これはマイメロちゃんだけ当たりました。私何個か前のクロミちゃんのねなんか天使と悪魔のやつのこのカトラリーセットを結構普通にめっちゃ使ってて、で結構使いやすいんですよね。なので今回マイメロちゃんが増えてめちゃくちゃ個人的には嬉しいです。これがメラミン素材になってて、耐熱温度は100度になってます。早速明日から使います。ラストボックス、これもっと引くかと思ったけど1個でよかった。サンリオの当たりくじといえばさ、なんかめっちゃダストボックス引くっていうイメージがあるからちょっと怖かってんけど、でも今回さこれめちゃくちゃ可愛いんやけど、見てお、このフリフリみたいなところむちゃ可愛くない？こんなん今までなかったですよね。でこれ柄もむっちゃ可愛くて、ちょっとくるっと回すとですね、見てこれ、こんな可愛いゴミ箱ある？ゴミ入れられへんねんけど、可愛すぎてめちゃくちゃ可愛い。もうやっぱハートでピンクって最高。こんな感じ、今まで引いたゴミ箱の中で多分これも一番可愛いやつな気がする。むちゃくちゃいい。なんか今回どれもデザインだけじゃなくてなんか一手間かかってる感じ、なんかこういう装飾とかめちゃくちゃいいです。これめっちゃ嬉しい、小物入れ。これまさか当たると思わんかった。これ4本しか入ってないからね。でさしかも見て、実物むちゃ大きいんやけど、なんかペン立てぐらいの感じをイメージしてたんですけど、めっちゃいい。これ結構さパーツが多そうで、こういう感じで入ってるみたいなんですけどね、ちょっと組み立ててみます。え見て、パーツの段階で可愛いねんけど、細かいハートがね散らされててめちゃ可愛い。なんかこんな可愛いパーツもついてました。でちょっとこれ保護フィルムを外さなあかんみたいやからね、ちょっと外してみます。これ裏側やんね、裏側もめっちゃ可愛い。このサイドをはめていく感じかな、こんな感じ。ハートを組み立てんのは全然複雑じゃない。え見てこれすでにめっちゃ可愛いんやけど、これ底やねんけどさめちゃ可愛くない？底の部分まで可愛い。上のパーツを乗せる、きっちりはまりました。このパーツをここにさ刺すところがあるから、ここに刺すっぽい。完成、めっちゃ可愛くない？これさこっちが表やと思ってんけど、これってさこっちが表でも使えるんかなと思うんですよね。なんかここに物を入れた時にさこっちの方が取り出しやすいような気もすんねんけど、まあどっちも可愛いからどっちで使ってもいいですよね。これ前から見たらさただのほんまに大きいアクスタって感じやから、まさかこれをさ裏に小物入れがくっついてるなんて思わないですよね。めっちゃ可愛い。これこれさこのサイドが透明なんが意外とめちゃくちゃ可愛くて、でしかもさこんなに大きいから結構いっぱい入りそう。なんか卓上でなんかいろいろ収納する動画撮ろうかな。めちゃくちゃ良さそう。これこれはちょっとなんか普通に売ってるグッズでもあんまり見たことない種類のグッズやし、これ扇風機の次ぐらいにマジで欲しかったからめちゃくちゃ嬉しい。チャンネル登録お願いします。最後扇風機開けます。これさちょっとマジで大きくてさほんまに可愛いんやけど、もう箱から可愛く
くない？どんな感じやろう。あ、すごい、見て、もうすでにめっちゃピンク。え、かわいいねんけど。よいしょ、よいしょ、めっちゃ大きい。え、見て、かわいすぎひん？このさ、四角の感じもすごいかわいい。ここに見て、マイメロちゃんとピアノちゃんがいて、で、この下側にもなんかイラストが書いてて、めちゃかわいい。これ何がかわいいって、このボタンがさ、ちょっとレトロでかわいくない？これが多分1、2、3は強さのね、調節ができる感じで、で、これタイマーかな？タイマー機能もちゃんとついてる。すごい。で、これ思ったより軽いんですよね。全然片手でいけるぐらい。後ろはこんな感じで、結構ねスケスケな感じなんですけど、この持つところもあってさ、簡単にお部屋の移動もできそうで、私結構お部屋の移動ねお家でするので、これ持ち運べて便利。でこれが USB とかじゃなくて、ちゃんとねコンセント差し込んで電源入れるタイプのやつでした。だから結構しっかりしてますよね。風量とかもすごそう。ちょっと電源入れてみます。まず電源をオンにして、なんか音鳴り出した。でここで風量ですよね。あ、あ、すごい。え、私ここ大丈夫かな。すごい。え、これ1やねんけど、結構普通にすごい。え、これ 1?1 で結構な風量。2。あ、いや、もう2で十分、2で十分。すごいすごい。え、すごいんやけど、もはやちょっと怖いんですけど、3いきます。あ、いや、すごい。いや、もうこれすごい、ほんまに。ちょっと持ってんのも怖いぐらい、めっちゃボーンってなってる。すごい。え、これは普通に使える。これはすごい。もうなんかめっちゃ普通に扇風機として使えるやつ。なんかさ、可愛いだけで風力弱かったらどうしようとかちょっと心配やったんですけど、これはマジで使う。あー嬉しい。長年ほんまに可愛い扇風機欲しかったから、めちゃくちゃ嬉しい。マジでさ、結構引かなあかんつもりでね、言ってたんですけど、ほんまに今回はバックくんサンキューって感じで、めちゃくちゃいい引きで大満足のくじでした。はい、ということで今回はですね、マイメロちゃんとピアノちゃんのくじを引きに行ってきたんですけど、扇風機ね、当たるまでマジでガチで引きに行こうと思ったんですけど、なんかこう気合い入れてる時に限って結構すんなりね当たったりするんですよね、くじって。はい、そんな感じでめちゃくちゃいい引きで、すごい大満足のくじでした。で、来週もですね、またくじがあるんですよ。あの、今度は当たりくじじゃなくてハッピーくじっていうね、あの毎年結構夏に出るやつですよね。今年はさ、浴衣、あれめっちゃ可愛いんやけど、来週はそれを引きに行ってまた動画にするので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。